池田ピアマルセンターは、大阪府池田市にある歴史的建造物。池田実業銀行本店として建設されたが、現在は大阪府池田市のインキュベーションオフィスとして使われている。平成12年に池田市のインキュベーションオフィスとして開設。池田市は阪急電鉄や日清食品、池田銀行等企業の発祥地として知られ、中小企業や企業家を目指す人を支援する目的で、 設立された。名前の由来は、英語で、桟橋や、船着き場を意味する、ピアと2000年に開設し、ゼロからの出発やネットワークを意味するものして、丸々からなっている。野瀬街道に面して立っている。入居対象は新たに創業、または創業5年以内の中小企業、または企業化を目指す学生を含めた個人で、育成室の貸し出しは3年が期限。 当初は空き室5室の貸し出しを予定していたが予想を上回る応募があったことから多目的ルームを間仕きりするなどして3室増やし2000年9月から8社の入居が始まった分野は IT 関連から環境関連まで多岐にわたる1925年11月に建築された池田市最古の鉄筋コンクリート建築2階建てで外部は規定部を 石張り風に仕上げ、グーブ及び1、2階建て長上げ下げ窓間の狭い、壁面を褐色タイル張りとして、長部をアーキトレーブ風に作られている。鉄道院出身の小笠原が設計した。近畿管内インキュベーション施設一覧近畿経済、産業局ホームページ2015年9月3日、閲覧 AB 自治、大阪 &2001 から03、P13 自治、 大阪 &2001 から03、P13 から14、自治、大阪 &2001 から03、P14、国の十分に、歌合わせ、大阪青山学園所有の鎌倉木の日展文化、審議会答申、大阪、毎日新聞、2004年3月20日付長官、27面、文化遺産オンライン。ありがとうございます。